アート・ファーマーは、アメリカのジャズ・トランペット奏者、フリューゲル・ホルン奏者。アイオワ州、カウンシル・グラフにて、双子の一人として生まれる。一緒に生まれた、アディソン・ファーマーも、後年プロのベーシストとなり、しばしば兄弟共演も行われた。ライオネル・ハンプトン楽団で活動した後、1953年に、プレスティッチ・レコードと契約し、初のリーダーセッションを行う。同年には、 クリフォード・ブラウンと共演。1957年から1958年にかけてソニー・クラークのレコーディングに参加。日本で人気の高い作品、クール・ストラッティンでもアートの演奏が聴ける。1959年末から1962年末にかけてサックス奏者、ベニー・ゴルソンとの相当バンド、ジャズ・デッドで活動。アーゴから6枚のアルバムを発表する。 その後はジムホールなどを従えて活動。この頃からトランペットよりもフリューゲルホルンの演奏を重視し始める。1968年から1970年代にかけてウィーンを拠点に活動。1980年代にはジャズデッドの再結成に参加。1990年代に入るとトランペットとフリューゲルホルンの特徴を兼ね備えた新しい楽器。 フランペットの演奏が中心となった。晩年にはヨーロピアンジャズトリオとも共演。非常に気真面目な性格で真剣に音楽と向き合う姿はすべての共演者から意見を持って見られていた。その性格は感性でよく整理された美しいアドリブラインにも現れている。また、若い自分は麻薬化にあえぐ先輩マイルス・デイビスを物心両面で支えており、 生活に行き詰まって楽器を仕入れしてしまった彼に自分の楽器を心よく貸したというエピソードもある。他の共演者はジジ・グライス、ホレス・シルバー、フレディレッド、アート・テイラー、スティーブ・キューン、ドナルド・バード、ジャッキー・マクリーン、バリー・ハリス、ダグワ・トキンスなどが挙げられる。ありがとうございます。